はい、皆さんこんばんは。さあ、今回はですね、以前からよく遊んでいる東京ハイソンとかのね、727ノットハントさん、ザマさんの新作ですね、エクソシストレビュアーオブマインズというゲームをやっていきたいと思います。いや、ありがたいね。私が英語読めないので、ちゃんとついに振り仮名も振っていただけるようになって助かります。はい、ということで今回悪魔払いをするエクソシストのお話みたいです。だからね、運ゲーの要素もあるらしいので、結構そういうの大好きなので早速やっていきたいと思います。ちょっとね、毎回ね、私言葉はね、よく理解できないでね、よくルールを間違ったりしてるんで、毎回ご迷惑かけちゃってるんですけども、今回はね、Steam のレビューとか見ると非常に分かりやすくなってるってことなんで、レベルを下げていただけたんですね。はい、なので今回はしっかり理解していこうかなと思います。では早速チュートリアルからやっていきましょう。なかなかね、理解力っていうのはね、人によって違うので、私は結構ね、その辺低い方なので、この分かりやすくしていただけると助かります。さあ、これがそうか、ようこそ新しいエクソシスト。それでは最初の普通魔を始めます。普通魔って読んだ、払う魔といて、はい、奥魔のスイッチを噛んで十字架を構えてください。この鼓動のサンプル03に取り付いた悪魔につながりますと。これか、十字架、奥歯を噛むとギーン。おお、なんかなんだなんだ、これが悪魔か。準備が整いました。普通人間に入り込んだ悪魔は見えませんが、こいつは処置済みなので見えています。へえ。普通魔の基本は一つだけです。悪魔の名前を知り、名前を呼ぶこと。左手の十字架を使い、悪魔の名前を呼んでください。え、悪魔の名前を呼ぶ。彼の名前を答えろ。911ストモン。出身プロダゴラス。なんだこれ。彼の名前は、君の名前はストモン。なるほど、名前を言い当てれば相手をお払いできるわけですね。おしゃれですね。だからなんか推理しなきゃいけないってことなのかな、その相手の状態とか、そので名前を推理して、そいつを当てれば払えると。まあまあ、やってみましょう。どんどんチュートリアル2です。トントントン、次のお仕事、名前を当てるのか。デスノートみたいですね、だからね。うん、荒ぶってるな。実地での普通魔は初めてでしたね。呼吸を落ち着けてください。はい。普通魔の目標は寝室の鼓動についた悪魔を払うことです。十字架を掲げ接続してください。うん、ギルギルガンゴースト、ゴワゴワ。よし、ろうそくが2本になった。なんだこれ。普通魔目標の悪魔が廊下を作りました。エクソシストを遠ざけるためです。なるほどね、領域展開してくるわけだ。そしてあなたの、そして装備は準備を渡るに当たるものです。はあ、廊下を歩いて寝室にたどり着いてください。廊下と寝室、2つのエリアが存在することだけ覚えておいてください。廊下と寝室がある、わかった。よし、わかった。これ廊下だな。廊下のターン。ああ、ザマさんの好きなラジオ。何これ、チソコプヤアビビロバビ。なんだろうね。廊下のターン、あ、まる、画面が触ると。廊下のターン何も起きてこないけど、何かがこっちを見ている。廊下の悪魔、そのまま呼び名、廊下の悪魔、そのままの呼び名ですが、普通は目標の悪魔とは別に、つながりある廊下が廊下に、つながりがある悪魔が廊下にあることがあります。なるほど。寝室に悪魔がいるんだけど、悪魔が領域展開することによって、廊下っていうものが出来上がるね。次の。で、その廊下をうろつく悪魔がいるってことね。わかった、理解した。必ずしも払う必要はありませんが、立ち向かわねばあなたの罪を探ってくるでしょう。私の罪を探ってくる。なんだろう。今回は特別に教えますが、この悪魔は9位2の悪魔です。左手の十字架を掲げ、9位2の
悪魔の名前を呼んでください。はい、君の名は、君の名はマルファス。なるほど、君の名はってことなんだね。君の名はっていうその名を使った AV が、あ、はい、寝室の悪魔を発見、妻を遂行せよ。はい、今ろうそくが消えるのが見えましたか。うん、見てた。ろうそくは悪魔の数を示していますと。廊下の悪魔が払ったので、ああ、なるほど、ろうそくの数だけ悪魔がいるってことだね。悪魔の数がいるほど、どの悪魔が普通の目標なのか分からなくなってきます。はい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 。しかし今回悪魔2体で、うち1体は廊下で出会い払いました。これで目標である寝室の悪魔は残ってる9位1の悪魔だと分かります。長くなりましたが、これで普通がいるいかなる仕事か少しだけ分かりましたか。この悪魔の名前を呼び終わらせましょう。なるほど、君の名前はもう分かってる。君の名前はバー成敗、ふつま完了。はい、かっこいいね。なんかサイレンっぽい感じがして、はい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 。毎回タイトルに行く感じがなんかあれメタルギア5を思い出しますね。じゃあチュートリアル3行きましょう。中段、中段ですと、下段、中段、肘が入るやつ。ちゃんとノックして偉いね、毎回ね。お久しぶりです。試験のために普通の目標を探すのにだいぶ時間をいただきましたと。はい、始めましょう。十字架をかけてください。わかりました。奥歯を噛みしめる。これは悪魔が4体なんてこった。廊下を進んでください。今回あなたを助ける聖句という概念を教えます。聖句、あと視界の下に見えるには免罪符です。ようやくあなたに発行する手続きが終わりました。あなたの命を残り、あなたの命の残り数だと思って大事にしてください。え、免罪符、小積み罪、ダミーの免罪符、滞在、商材だね。滞在を探し当ててリンクする。滞在、嫉妬、悪魔の出身の種類が増え、推測しよう。あ、傲慢が希少なせ、これこの辺のさ、あのさ、7つの滞在の漢字読めねえんだよね。もうわかんない。怠惰ですね。しかわかんない。まあ、これが、滞在がライフ。で、こっちがその、それを守るためのダミーっていうことか。なんかおしゃれだな、本当に。俺も色欲しかないけどね。色欲しかない。色欲と、食欲。揺れてる十字架が聖句の、聖句の預かりどころです。触れてください。聖句とは？ホーム入手。聖句を手に入れました。右手の聖典から読み上げることができます。さまざまな聖句がありますが、ほぼすべて悪魔と対峙しているときにしか使えません。注意してください。聖句で合ってるよね。あ、ホーム。相手の出身を問う。出身ってあったね、確かにね。すごい、なんかこの文章の中でエッチな単語だけを抜き取るあれみたいな感じですね。ホームをゲットしました。セーク、一生懸命この、あ、はい、何かこっちを見ている廊下の悪魔ですね。今回は悪魔が4体いて、こいつがどの悪魔なのかそのままでは分かりません。確かに、セーク、ホームで詠唱してください。あなたのお家はどこですか。どこ住み、どこ住み。出身はオングストロームのようだ。これで悪魔の出身が判明しました。各悪魔の出身はリストに記載されており、どの悪魔なのか特定するに重要な情報ですと。しかし特定しきれません。この出身の悪魔はリストに2体いて、外見も同じです。左手の十字架から今回は9位3の悪魔を選んでください。確かにオングストロームはね、こことこいるわけですね。で、見た目も一緒。ただ今回は9位3を3位ですね。
こいつを言ってってことはこっちにしますと。アシアス。なんだと？悪魔に免罪符を奪われた。悪魔はどこかに消えた。不正解でさ、そういうこともあります。なんてこった。廊下の悪魔はランダムな距離を接近しながら商材の免罪符を奪います。なるほど。商材の免罪符がない場合、滞在の免罪符を奪われます。注意してください。まあね、2つの滞在を悪魔に知られればどんな人間も精神が持ちません。免罪符残り数に注意してください。なるほどね。あ、結構持ってかれたね。私の小さな罪を持ってかれた。つまみ食いとかその辺ですね。悪魔の、寝室の悪魔を発見し、妻は遂行せよ。寝室の悪魔までたどり着きましたが、情報はなさすぎますね。そうですね。今回9人の悪魔を選んでください。はあ、もう選んじゃっていいな。バイブ。なんで先に失敗させるねん。ああ外れました。身構えてください。目を強くつぶって。失敗するとその分だけリスクは。シスの悪魔が持ってる免罪符からランダムに一つ奪いますと。廊下の悪魔と異なり、商材の免罪符が残っていても滞在の免罪符を見つけられてしまうことがありますと。ルーレットのようなものです。なるほど。免罪符を奪ったらタイミングで、今回一旦安全のために悪魔との接続を切ります。意識を持ったら異務化へ来てくださいと。私の滞在をバレてしまうわけですね。あらやだ、私のエッチな滞在が。無料サンプルの映像ばっかり集めてたことがバレちゃう。別に滞在じゃないですよ、別に。それは別に普通に。よし。なるほど。失敗するとこうなるってことですね。じゃあ次、D4 しましょう。戦術方向について。まだチュートリアルだからね。やっぱエクソシストって言ったらこういう帽子だよね。牧師さんのね。なんだあれ、燃えてる。姿が見えない悪魔に注意してください。廊下の悪魔ですが、外見では識別できないため非常に厄介です。ただかなり接近するまでこちらに手出しはできないようです。我々の世界から相当遠い次元にいるせいだと思います。そうなのか。ミラーズという聖句で正体が見れますが、この聖句は寝室の悪魔にも使えるためよく考え使ってください。聖句って何回も使えないんだ。終わっちゃった。ミラーズ OK。 これしか教育を受けてない新米エクソシストですが、最終的には十字架で殴ればいいんですね。わかりました。参りましょう。初仕事、小悪魔の討伐、参ります。独立型携帯協会です。不妻の前に国会を行います。あなたの罪を告白してください。お前の罪を答えろと。あなたの滞在は2つあります。最初の滞在は以下のどちらですか。傲慢、色欲。もう一つの滞在は以下のどちらですか。嫉妬、怠惰ですね。ちっとこの精霊のお名前聖なる国よりて、聖なる国よりて、わからん。まずやってみよう。逆さ十字だ。どうだろう、どのヘブンズドア行く。一番左を、せっかくだから俺は左を選ぶぜ。よし。荒ぶってる子供、今助けてやるぞ。よし。なんか結構いっぱいいんない、いきなり。なんでこんなにいっぱい悪魔いんの。入手、なんか入手したな。なんだオメガ。オメガ、ゲームを終了する。悪魔と、まあ中断ってことか。了解。聖句が2つある。プロテクション入手。2個取ろうか。プロテクション。プロテクション。悪魔の名前を呼んだ後、もう一度自分のターンをね。
あ、プロテクション2個あるわ。だから、1回失敗してももう1回名前が言えるってことかな。なるほど。 OK、 行ってみよう。なんか荒ぶってない？大丈夫？スカラー、なんだ、ボルダーの相棒か、あれはボーゲルカップか。ランダムに呼ばれた悪魔2体は出身を告げるようになる。はあはあ、まあやってみないとわからないね。結構いっぱい手に入ったな。何かこっちを見ている。その前にちょっと調べていい？レイン、レイン三河村、必殺必中、廊下の悪魔一体をランダムに払う。詳細な免罪符を持っていれば一つ失う。ああ。まあだから自分のダメージを受けつつ相手を葬ることができるですね。相手は死ぬですね。エターナルブリザードと。ああ、何もわからないんじゃどうしようもなくないか。じゃあ、まずは、ホームは聞けないのか。ああ、あったよな。スカラーか。今んところ、まあいいや。ごめん。あ、つか何もわからなくない？これ外見で判断しちゃっていいの？これ違うもんね。これ。なんか宇宙人みたいな顔してるやつだよね。ああ。で、つうかこいつしかいなくない？顔違うよね。ん？よく見えねえな。でも人型ってこれだよね、多分ね。だよね。ちょっと違うような気がするけど。オッケー。じゃあまあそういう風にしていいのかな。君の名前はベオス。クツマ。外見でこう当てられるとかってなんか珍しいね。あれ。もう行っちゃっていいんだ。ああ、なるほど。全員を払えるわけじゃないのか。もう一見寝室についちゃうこともあるんだね。オッケー。プロテクション。オーソリティ。プロテクションいっぱいあるな。オーソリティ。ランダムに選ばれた悪魔が一体は名乗るようになる。ああ。寝室の悪魔は大したない。でもこれ使えばさ。オーソリティ。一人は、あ、そうか、名乗るってもちょ会わなきゃいけないのか会えなきゃ意味ないんだ、チキショウ。ここでは外見が見えないんだもんね。じゃあ免罪符1個使っちゃおうか。レイン、1匹死んだぞ。残ってんのが、うわ、バストが払われたね。じゃあウィアレイムとガータロトとホルラボスラスが残ってるんだね。で、残ってるのがプロテクションか。プロテクションで、プロテクションしつつ、もう総当たりですね。これはもう運ゲーなので、まず上からいこう。君の名前はウィアレイム。ワオワオ、悪魔のことスキップ。オッケーオッケー。プロテクション、プロテクション2。アイテムを駆使して、リスクがないようにやっていくことを可能だ。君の名前はガータルト。名を返そう。なるほど。アイテムを駆使すればとりあえずは払えたりできるんだね。オーケー。次は左だ。いや、さっきも左か。まあローグライクっていう感じだから、やっぱそのアイテムの入手状態とか状況によってやっぱ難易度も変化する感じだね。まあ、多少の運ゲーらしいからね。だってなんかサムネに運ゲーって書いてあったからね。いっぱいにな。入手オメガだね。
これだから聖句が手に入る前に当たったらむずいね。フラクション、相手の球威が偶数か奇数かが取る。なるほど、面白いな。このさ、ザマさんのゲームのこのラジオたまにヒント言ってんだよな。まあ分かんないな、今回違うかな。はい、プロテクション敵には合ってないね。ファクション、偶数か奇数か分かるだけですね。なんかいるな。ホームか。外見をとりあえず待ってみてよ。なんか芋虫みたいなやつだな。これだよね。こういった、あ、まあ、どっちだ。あー、なんかつくしみたいな。これはもう外見で判断してしまっていいですよ。君の名はアガソンだ。よし、外見で判断できる、助かるね。廊下のターンに、いやー、こん全然絞り込めてないのについちゃったか。マジか。ナンバープロテクションもないのか。ナンバーとは、ナンバー、相手の球威が4よりも大きいか問う。あー、なるほど。じゃあまずフラクション、偶数だって。ってことは2246で246で、さらに合わせ技だ、さらにナンバーで4よりか大きいかと。じゃあ6だ、6しかねえじゃん。面白っ。君に名は返そう。君の名はガガン。成敗。わあ、おもろ。なるほど、わかりやすいな。はいはいはい、じゃあ次行きましょう。開かないのかい。じゃあ右選ぼう。アイテムとかその時の状況によってわかりやすくなるんだね。これに関してはランダムだから非常に難しい時もあるんだ。ん？廊下ないのか。あ、いや、これから廊下か。領域展開されて、よし、ボン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 。ろうそくの数もなかなか多いな。オメガ、まずオメガを入手。プロテクション強いね。プロテクションは普通に一回飛ばせるからね。ナンバー、はい、プロテクションとナンバーレインか。何かこっちを見てる。これは外見から判断できるっぽいね。細い、あ、同じ外見がいるなこれ。あ、これも同じ外見だ。待って、いないな。これか。いや、見えないね。角みたいなの見えるけど、細い角みたいなのが見えるけど、これ多分外見がじゃ判断できないんじゃないかな。これっぽいけどね。でもこれ3ついるんだよな。これかするとも、あ、いや、外見から判断できない。今何があるんだっけ。ナンバーかプロテクション。まあこれはそれでレイン使っちゃってもいいかな。レイン使って1個し1人葬って、目の前のやつは葬れなかったか。残ってるのが、これだけいるのか。で、ナンバーが4よりか大きいか問う。ナンバー、あー、使いたくねえな。ナンバー4以下のようだって。なるほどね。4以下で、いや、同じ会見。これランダムで1個奪われるんだったら、これ運ゲーでいいんじゃないかな。失敗。あー、見えた外見が。なるほど、アンフォルじゃなくてこの4以下で見た目は、これか、
なるほど、使っちゃうとやばいな、ふつまをな。あべー、ふつま結構使っちゃった。ホームか、行こう。残ってんのがこれだけか。まあ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 、じゃあ、ホームを使って出身地を聞こう。チェンユージュ、チェンユージェ、チャンユージェ、チャンユージェ、チャンユージェ、はいはい、チャンユージェは2人いるのかな。っていうことは、プロテクションを使ってプロテクションプラス、とりあえず2回聞けばいいな。あ、OK。廊下の悪魔に使い切ってしまうのも問題だな。まあ、初級だからね、これね。よし、次。面白いね、やっぱりね。さあ、次だ。さあ、外見とかが分かんなくなってくるんだな。そりゃそうだよな。そりゃそうだよな。でも影でよく見たら見えたかもしれないね。よし。だからあんまり成功を使いすぎてしまうのも問題だな、ホーム。いざって時に使えない。でも払っておけば、払ってソルトしようじゃねえか。あなたが移動するまで、商材の免罪符を、どういうことだ？移動するまで失われない。ちょっとよくわかんねえな。なんかいるな。まあこれ棒状の何かだね。ディバイド、ディバイド、4から8のいずれかにあるかと。あー、4以下と4から8までってのこれ聞くことになるね。これだから名前を問い失われないっていうことは、あー、でもおかしいよな。これ使えば何度失敗してもいいなんてことはねえよな。棒状ならこれか。ああ、これもそれに見えるな。ああ、みんな棒状だみんな棒状の外見だ。こいつだけ違う。待ってくれ、見えてる。ちょっと違ったよね、さっきシルエットとね。まあでもすごい太い棒状に見えるけどね。これも太い棒状だよね。これはちょっと太くはないよな。でもなんか怪しいね、これっぽいんだよね。でもこれじゃねえのかなって思う。あ、どうな。あ、これだ。いや、2人いるな。4か8も使えないし。じゃあ4、8は使いづらいからソルトを使ってみるか。塩を失わないってこと？でもさ、これってさ、商材を失いってことはさ、移動するまで大体取られちゃわない？まあいいや、やだけやってみようか。じゃあちょっと一回やってみようか。これっぽいね。ダメだ。あー、大丈夫だ。攻撃を防いだ。ってことは見た目わかんないのか。これか。よし、塩はそういうふうに使うんだね。まあ一個使い方わかったね。外見じゃほぼわからねえな。ライトを入手、ライト、あー、なるほど、回復できるってことね。じゃあまずディバイドしよう。ディバイド、4から8、9が4、8以上のようだ。ってことは3、2、1か。ほう、2、1だけだな。4は含まれないのかな。で
じゃあホームを聞いてみよう。ホーム。アグリッパ。兄さんのアグリッパは？君の名前はサブガンだ。なるほど。これは面白いぞ。いいぞ。よし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 。いいねいいね。多分初級だからなんだろうけど、いろんなこれあの制服を使って絞り込めるふうにね練習できてるわけだ。今使うべきなのか、それともこれは取っておくべきなのか。増えたな。当てにくくなってくるわけだ、どんどん。はい、制服がオーソリティ、落とせないっけ。ランダムに呼ばれた名前が一体は何でいるんだろう。あー、どこで使えばいいんだろうな。まだいないね。ライト、免罪符一つプラスですよ。外見が見えないやつだ。姿を隠した悪魔が現れたと。これだからファイヤーとファクション、大抵目指すランダムに一つ捨てる。引き換えに正体目指すが初級枚数に戻る。あー、滞在食らっちゃうと大変だから滞在捨てちゃうんだ。違うわ。1個滞在を捨てることによって多く商材を増やせるってことか。もう商材がなくなっちゃったら1個捨ててまた増やせばいいってことだね。なるほど。何もわからないんだけど。何もわからないよ。姿もわからない。偶数かどうかだけで聞くとか。奇数のようだ。いっぱいいる。姿を隠してるからわかんないもん。一回聞いてみるか。ダメだ。こんなにいるとな。あとは、まあ、これ使ってもいいよね。別にオーソリティ分かんない。奇数、これ商材捉えてもいいからどんどんやっていくか。奇数。ああ、当たった、よかった。当たった当たった。これこのままいったらまずいな。まずいよ。スカラーホーム。スカラーってアイテムを見れるんだっけ。ランダムに生まれた悪魔は2体は出身を告げるようになると。でもこれホーム聞けるかな。ちょっと弱いな。オングストロームのような。じゃあオングストロームを攻めようか。オングストロームいっぱいいるな。オングストローム3人いる。残ってんのはいらないしな。いや、出身は聞いてるしな。ホームで聞けるしな。ね、聞けるから関係ないからね。じゃあファイヤーとライトがあるから狙うしかないね。オングストローム、オングストローム、オングストローム、オジエ。ああ、外れ。でもこれ滞在を食らう可能性があるでしょ。まあこれしょうがない。もうよし。あー、なるほど。免罪符奪われた。戻されるんだ。でもこれってライトで1個復活できるんだよね。あ、退治した時に。はいはいはい、 OK。
あ、また手に入れるんだ。なるほど。スレイブ。この辺は、あ、なるほど。なんか回復ばっかりだな。今回そういうチュートリアルなんだ、多分ね。なんかいる。お、主審がアルス・タルコスであることを告げた。そうだね、ランダムで2人出身を教えてくれるようになってるからね。レインか、レイン三河村。これはもうなんか分かってるから、アルス・タルコスのところで調べよう。アルス・タルコスは2人いるんだ。こっちで聞いてみようか。外見こっちだっけ。オッケー。よし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 、よし、絞り込めていくぞ。ホームね。でもホームはまあ聞いてるからな。もう出身はオングソロムではない。はいはいはい。アーバレスト、やべえ、なんかラムダドライバー積んでそう。相手が廊下なくはいらないな。復活ばっかしだな。まあ、これちょっと回復しといて。で、オングストロームで、なんだっけ、オジェではないんだよね。あと2通り。ロングストロームで次は、ワパル。君の名前はワパル。なるほど。じゃあもう次で特定だね。まあ多分そういうものなんだろう、多分ね。あぶね。繰り返してやっていけばいずれは払えるということか。セクなし。セクあった。しかも一人払えるぞ。アルタトルコス、ライト。これ回復できるじゃん、ライトって。またピーン、ライト復活で、アルス・タルコス。アルス・タルコス出身の外見はこれ、これですね。グレドラス。よし、もうあと一人だからね、結局ね。ガミラスって確定した。名乗ってくるんだね。はいはい、そうだね、さっき使ったやつだよね。ファクションなんだっけ、覚えらんねえな。ファクション、もうアーバルスト使ってもよかったのか。あー、もう大丈夫、もう大丈夫。君の名前はガラミスです。ガミラスなんだ。ガミラス、さらばだ。もう決まってるからな。でも正解、ファクション、レイン、もうこれで分かるじゃん。ファクション、奇数のようだと。情報が集まってるからね。レイン、もうこれはいいかな。うん、もう決まってて、奇数で残ってる。なんかオングストロームは、アイデウスですね。君の名前はアイデウス。いや、これおもろいね、普通にね。ラストだ、初級のラスト。初級がチュートリアルだね。多分今のは何度か繰り返すということを教えるためのチュートリアルだった。お、始まった。最後の部屋か、これ。悪魔数多いな。じゃ、初級で覚えたことを全部集大成って感じかな。まずはソルト、塩だな、何度もできる。ライト回復か。よし、何かいるか。いないね。ファクション、偶数か奇数か分かるやつ、これ強いな。誰かいるな。何かがこっち見てる。レインか。小さい外見ではあるけど、はっきり特定はできなそうだな。数が多いからね。ボディジェか、アフォルか、グレリスですね。
でもこれソルトを使えば、ソルトを使えば、まずはボデジで行ってみよう。オッケー、一発当たってなんてこった、ソルトいらんかったな。ボデジ、またちっちゃいのがいるな。もう寝室の悪魔なのか、早いな。プロテクション、ライト、ライトは使わないだろ。もう寝室の悪魔がいますね。もう情報を出しちゃいましょう。まずはそうね、まずはライトは今使えない。フィクションで、フィクション、プロテクションもあれですし、これしかねえのか。偶数か奇数かだけ。ファクション、偶数、外見は分かんないんだよね。ってことはこれか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 。大体まあとりあえずまあ何も分からないから、今回は、下手に絞り込むよりも、あ、絞り込んじゃってもいいのか別に。プロテクションで、プロテクション、普通にガンガン攻めてもいいんだよな。じゃあ偶数でいきます。はい、ダメでした。で、ごっくり。ライトは復活、レインもいっぱいやれる。廊下の悪魔をやるためのもんだなこれ。ダンタロウス、ダメか。ライフで受けよう。でも滞在を食らってしまう可能性もあるんだよな、ワンちゃん。まあそれはもう運だからね。いやー、滞在滞在を知られてしまった、やば。滞在に復活方法はない、しょうがない。これはもうランダムで、これ全部ぶち破ってきたか、仕方ない。よし、誰にも遭遇しねえな。リドル、リドルとは、リドル、このターンで相手の名前を当てて払った場合、滞在の免罪符プラス最大に。もうこれ予定調和じゃん多分。これそういうことだよね、当てろってことに。いねえしな、ホームか。そしたら滞在を復活できるってことか。これ当てるってことやな。あ、でももう、待ってね、まずホームを聞こうか。廊下の悪魔に会えなかったな。まずホームを聞こう。畑中の偶数、来た。君の名前はガミナック。やったー、なるほど。おう、当記録を持って当妻を関すツイートする。おもろいね、これはおもろいね、普通にね。 Thank you for playing. スキップ、何これ、コンコンコン。ストーリー的なものか。あ、はいはいはい。いや、これは普通におもろいね。今の初級だったんですけど、じゃあ普通もの鬼畜中級ですね。すべての種類の聖句が登場する。十字架に聖句に刻むことにより有利にすることができます。そうですね、中級のやり方に大体。あー、面白そうですね。ちょっとこれ、ちょっと今日は長くなってしまったんで一回初級で終わりにして、続いて、まあ、次回じゃあ中級挑んでみたいと思います。かなり面白いですよこれ。はい、今回はここまでしましょう。お疲れ様でした。